んにちは。フィリピンの印象を教えてもらえますか。あ、素敵だと思います、なんか日本のことを大事に思ってくださってみんなになんか優しい、結構なんかフレンドリーな感じが、なんかそういうイメージは積極的部分がある。国にそんな興味を示してる。中身が分かんないから分かんない。どういう印象ですか。陽気な感じ。陽気な感じ。ダンスダンス、まあ、パリピな感じ。なるほど。海が綺麗。海が綺麗ですよね。いますか。なんか優しそう。優しそう。おお、なるほど。何したいですか。だって話した。話した。相談とかした。相談とかした。なるほど。フィリピンの印象を教えてもらえますか。フレンドリー。フレンドリーでした。あ、行ったんですか。なるほど。はいはい、でもフレンドリーです。あの、フィリピンって行ったことあります。フィリピンないです。フィリピンの印象を教えてもらえますか。フィリピンフレンドリーで、さっき言ったら自己主張が強い。なるほど。あの、自分のアピール、自己アピールが強い感じ。どういうイメージですか。我が強い。我が強い。それは理由は。主人がそうだから。主人がそう。結構我が強い感じなんですか。なるほど。フィリピン行ってみたいと思いますか。離島とかは行ってみます。海、綺麗な海。性格的にどういう印象があります。フレンドリー。フレンドリー。明るい感じですか。日本人より明るい感じですか。人ってどんな感じですか。この人よりもなんか優しいし、はいはい、接しやすいっていう。おー、なるほど。お姉さんはあんま特に。フィリピンの印象を教えてもらえますか。美女が多い。あ、そうですよね、結構みんな顔が整ってるイメージで、フィリピン、バナナ。バナナ。バナナ。バナナのイメージ。あのね、あのスーパーの日本のスーパー、バナナ、バナナ。自由。自由。今の、今の。今の、まあ、今の印象、今自分が持ってる印象。自由、自由な感じで、楽しそうだな。楽しそう。なるほど。すごい観光地としてすごい楽しくて、海も綺麗で、なんか割と非常に新しい価値観を学べる場所だったので、またぜひ行きたいなと思いますし、陽気で割と明るいイメージがありましたので、私たちと仲良くなりたいなと思っております。出会いがあって素敵な方だったらとは思いますけど、なかなかそういう出会いはないですね。理想のデートプランとかあります。デートとかあります。あ、でもその付き合った方の文化に触れたりとか、そういう違う国の、まあ、国の違いの文化を、触れるようなデートだったら素敵だなと。お会いしたことも今初めてがないので、もっとちょっと知ろうと思います。いらっしゃいます。習い事でこう出会ったっていう仲間はいます。くれるなら、まあ、普通に学校 の、 あの先生、先生。わー、なんかそうですね、こう友達としてはちょっと持っておきたいなっていうのもちょっとあります。面白いと思います。そういう、こう中でこう繋がるっていうのも面白いですね。付き合ったことありますか。はない、はい、付き合ってみたいですか。いや、俺は全然優しかったり、生活感あったら大丈夫。生活感あって優しかったら。日本を、まあ、好きでいてくれてありがとうって言いたいです。嬉しいと存分にアピールしてほしいし、マリックスじゃないで、どんどん広めていってほしいし、強く言おう。日本とか、なんかそういうの面白がるんじゃないですかね、日本人からしたら。結構受け入れられてるって思うかなと思います、日本人から。理想のタイプっていうのは。理想のタイプ、一緒に楽しい人。一緒に楽しい人。理想のデート。楽しければいい。と付き合ったことってありますか。ない。付き合ってみたいなとかって思いますか。あります。ありますか。あります。なるほど。仲良くなりたいなって思います。あ、でも楽しそう。楽しそう、はい。付き合ったことってあります。
付き合ってみたいとか思いますか？一度ぐらい。付き合える楽しそう。ちなみに好きなタイプってどういう人とかですか？浮気しない人。浮気しない人。それ大丈夫。大丈夫。そのデートとかありますか？リードしてくれる。リードしてくれる。なるほど。海。温泉旅行。温泉。お姉さんは。私はなんだろう、美味しいものを食べて。はいはいはい。なるほど。友達とかいらっしゃいますか？欲しいなとか思います。あ、欲しいなぁ。付き合ったことってありますか？付き合ってみたいとか思いますか？楽しそうだな。なるほど。頭良さそう。え、なんか、熱そう。リゾートの。海が綺麗な。海が綺麗な印象。なるほど。最後に付き合ったことってありますか？付き合ってみたいと思いますか？思いますね。本当ですか？の友達とかはいらっしゃいますか？あ、いないです。仲良くなりたいなと思いますか？外国人、なんか日本、なるほど。外国の人と付き合ったことってありますか？あ、ないです。付き合ってみたいとか思いますか？いや、あまり思いません。まあ、機会があれば、まあ、はい、まあ、日本が好きな人ってどう思います？仲良くなってみたいですか？普段付き合ったことありますか？ないです。付き合ってみたいと思います？ないな。あ、イケメンだったら。あ、イケメンだったら。なるほど。今高校生ですか？なるほど。結構お友達はいっぱいいらっしゃいますか、高校に？はい、はい、高校何年生ですか？2年生。彼氏さんとかいらっしゃいますか？ないです。募集中ですか？募集中です。待ってます。ディーンの友達とかはいらっしゃいますか？いないです。いないですね。いない。作ってみたいなとか思いますか？ああ、まあ欲しいなと思います。なるほど。付き合ったことってありますか？ちなみに。あ、付き合いたいですけどね。付き合いたいですか？どういう人と付き合いたいとかってありますか？私はやっぱゴリゴリの、はい、マッチョ。あ、なるほど。結構がっつりした、がっちりした人が好き。細マッチョの。あ、なるほど。大事ですよね。じゃあ次の人、機会あれば仲良くなってみたいですか？あ、思います。うん。どういう人と仲良くなりたいですか？面白い人。面白い人。来てほしいなと思う。まあ、うん、盛り上がりそう。盛り上がりそう。Alright, so thank you very much for watching today. I hope you guys enjoyed the video. And please also check out my music. And I also do some Japanese lessons online. So if you're interested, please check out the link in the description. Alright, so thank you very much for watching today. See you. Sushi, tempura, arigato. Konnichiwa. Sushi, tempura, arigato. Sayonara.